えー、ラジオネームアンパンマンの嫁大倉、えー、君はジャニーズを辞めたくなったことはありますかもし辞めたくなったことがあるなら辞めないで頑張れた理由は何ですかうーんなんかこういうのを発言したことで変な風に言われないかったらいいですけどジャニーズが嫌だとかっていうことでもなく なんか、普通の仕事でいいかなって思ったことはありますよね。うん。10年今やってきて、やっぱね、微妙な年齢なんですよね。この20代とかっていうのって。すごく人生のことを考えたりするし、ずっと夢を追っかけて、いろいろ叶えさせていただいて、って、なってきたときに、 このまま自分はじゃあ結婚はどうなんだろうかとか子供できるんだろうかとかじゃあ子供ってなった時にやっぱ自分は子供とお酒を飲むって結構夢なんですよね親父もそれが夢って言ってたけどだからそれができるのだろうかとか色々考えたりした時はありますよねだから僕は考えすぎる性格なので じゃあ俺が今辞めて29歳でもうこの仕事しかしてきてないのに何もこう技術を持ってない俺が雇ってくれるとこがあるんだろうかとかそこまで考えたことはありますよねでも辞めないで頑張れた理由っていうのはなんで仕事をしてんだろうとかなんで生きてんだろうとかっていうのを考えたりするときっていうのがあってでもそれが24時間テレビがすごくね自分の中ででかかったんですよね なんかその年ってやっぱりその自信があって僕らがこう画面に映ってて元気になってくれてる人たちがいるんだとか実際こう被災地に行って僕らがロケして小学生に会ったことですごく笑顔になってくれたりとかっていうのがこれなんだな自分のやってる意味っていうかっていうのがあってなんか。 だから俺の悩みってすごいちっぽけなんやなって思った瞬間に、うーん、パンとなくなったような気がしますよね。うーん。まあなんかだから、変な風に撮られたくはないですけども、いろいろあるんですわ。<laughs> そんなまとめでいいですかね。でもね、あのー、 楽しいこともたくさんあるので、これからも頑張っていきますよ。